ハイウェイラジオ山田よりお伝えしました。午前10時20分現在の道路交通情報をお知らせします。長崎方面はおよそ35キロ先の長崎道東セフリインターの先を頭に事故により2キロ渋滞しています。この時間、鹿児島方面は九州道八女インターまで順調に流れています。またその他の方面は順調に流れています。ハイウェイラジオ山田よりお伝えしました。午前10時20分現在の道路交通情報をお知らせします。長崎方面はおよそ35キロ先の長崎道東セフリインターの先を頭に事故により2キロ。